疲れです。お疲れです。お疲れです。お疲れです。今日はですね、はい、職人飯なんですよこれ。ベトナム料理に来てます。あ、そうです。そうです。中村区の、はい、センビエット。はい。よく来られるんですか？僕はあのベトナム人の実習生がいるじゃないですか、はいはい、で近くで現場やってて、あのビンとターって言うんですけど、はいはい、その子がもう連れてきてくれて一回、それでハマっちゃって、はいはい、2日連続で来てますで、なんか俺初っす初ですよね、初です、そうですね、はい、これ新入りなんですよ、塗装班の、はい、どっから来たんだっけ、岡山ですね、岡山県から、はい、名前は、まあ、直脇ですね、直脇なんか、あだ名どうしようなの、募集したいですね、募集中、はい、体型でかいで、ね、ミシュランとかどうですか、ミシュランタイヤのね、面白いですね、どうこれもちょっと募集しましょう、はい、お願いします、年はいくつだっけ、26ですね、26、はい、これがちなみに何が4ってなってましたね、ラーメンだ、ヌードル、ヌードルだ、ラーメン、ヌードル、いやー4あれですね、やってみやってみ、自分もやってみ、練習ラーメン食べてみてよ、ちょっと、わかりました、じゃあいただきます、うまそう、うまいっす、うまい、めっちゃうまいっす、臭みとかないのね、ないっすね、思った以上そう全然違う、ちょっと一口ちょうだい、いただきやすうまそうだな、全然どうです、臭くないっす、全然、なんかパクチーが入ってないんで、これなんか日本人向けかなんかに、これパクチー、はい、避けてくれてるんですね、そうです、分けてくれてるんですよ、で、こっちがビーフン、日本でいうビーフン、はい、なんかちょっと麺がまたちょっと違うんだよね、違いますね、全然、で、ちょっと辛口の牛肉のやつです、どうですか、本当にもうちょっと美味しいですか、うん、で、野菜を入れながら、これ両方入れるんですか、そうです、なんか野菜をこうやって適当に入れて、で、ここになんかレモン、瓶が入ってたんですけど、本当かわかんないですよ、はい、瓶とターが入ってたんですけど、はい、これかけて、へー、さっぱりそうですね、そうすると味がまた変わって、美味しいらしいんですよ、え、でもこれっちもっすか、こっちもこっちも、うん、バンバンに取った、うん、いただきます、うまい、ちょっと変わるでしょ、めっちゃさっぱりするんですよ、今度でしょ、めっちゃ美味しいです、いけますね、で、安いんですよね、また750円、あ、普通のラーメンと変わらないぐらいで、で、これサラダとかする、唐揚げ、ご唐揚げ、唐揚げうまそうですね、でも職人でも唐揚げでしょ、ですね、筋肉って一番やっぱりきやすいで、タンパク質でしたっけ、でしょ、絡んだらあかんすもんね、食べますね、うっ、小骨がある、あ、これあるんですか、骨付き、マジですか、うん、めっちゃうまそうですね、あ、めっちゃうまい、マジですか、うん、小鳥じゃない、これ結構ちっちゃいですね、ですね、うん、そんなあるんですね、そうそうそう、なんかゼラチンがすごい、あ、どう、うまいですね、何個でもいけそう、いけますね、どんどんいいよ、どんどんいいよ、マジどんどん食べてください、どんどん食べて、大きくなって、これ以上でも大きくなったらやばいっすね、食わんとでも仕事できんでね、やっぱなんか、これ皮、皮じゃないですか、とかちょっと見せちゃって、皮、え、そうですね、結構透け通るな、透けると思うな、ねえ、鶏からめっちゃ好きなんですよ、マジで、はい、食べ食べよ、はい、うまいです、うまいです、鶏肉唐揚げ、いやー、これカエルだよ、え、これカエル、ほんまか、これカエル、マジカエル、だからさっきのさ、ゼラチンみたいなやつじゃん、はい、あとカエルの皮、マジですか、マジマジ、しかもその辺におるやつよ、だからそうですか、そうそう、今日ブロカエルですか、そうそうそう、食べや、食べや、お好きな、なんか好きな、食べにくくなるじゃないですか、食べやって、締めで、ゆで卵を出してもらったもんね、はい、ベトナムの有名なのかわからんすけど、はい、結構美味しくて、はい、ちょっと割ってきますね、なんか珍しいですね、そうやって割るのって、そうそう、なんかベトナム流らしいよ、これ、へぇ、ちょっと割ってよ、え、それ、なんかちょっとちゃうくないですか、ほら、それなんか、あれちゃうんすか、何何何、あの、ねえ、ゆで卵じゃないでしょ、ゆで卵だってこれ、え、なんかあの有名な鶏のやつじゃないんですか、そう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 、まだ血管とかもあるんですよ、こうやって見てみ、やばいっすよ、それキモいっすよ、すごいでしょ、食べてみ、食べてみ、いや無理っす、ほんま無理っす、ちょっと見てキモいっす、キモいっすもん、だって目合ってますよ、ダメや、無理っす、キモいっす、キモいっす、絶対無理っすよ、無理、キモいっす、いいな、
え、めちゃくちゃうまいですよ。うまいですか。ほんまですか。どんな味で、普通の卵です。硬い部分と黄身の部分があって、おじゃあ白身がちょっと硬いですよ。おいえいえ、じゃあ黄身の部分は普通の卵の黄身、あ、はいはい、でなんか中に鶏がおるんですけど、ひなり、あのなりかけのそこもなんかちょっと肉っぽいかな。ぬるってしてる、ぬるってしてる、どんな食感があるんですね。味は卵なんですか。味は卵に近いですね。なんかなんて言ったらいいんだろう。あ、今目かじったわ。ほんますか。今目かじった。キモいっすって口ばしまった今。硬いんちゃうんすか。ゴリゴリせんのんすか。なんか泣いちゃう、泣いちゃう。ピーピーってる、ピーピーやばいっすよ。結構グロいっすよね。わー、すごいっすね。こう見るとうわそれ見たら見えないっすよ。見ますか。うわー、無理っす、無理っす。鳥がいるんですよ。あ、これ、わかります？頭。わあ、頭。うわ、出てきた。リアクション。マジ無理っす。マジで見てみよう、これ。目やってるでしょ、これ。ほら。あ、マジで。これ、遅くなりすぐなりさ、ほんま。うわぁ。うわぁ、見えますか？ツーショット。手前さん、ツーショット。映えます？映えとる、映えとる、普通に。やばいやばい、いいねめっちゃ来た。やばい、今いいねめっちゃ来たぞ、これ。でもこれ僕食べんかったらいいねつかんすよね。あ、そう、騙すみたいな。すごいよ、これ。いや、でも、やばいうまキモいっすよ、ほんま。もう、多分ね、栄養価めっちゃ高い。だってもう、大人になってんだもん、ちょっと。じゃあ、いきますね。あー味は、ゆでたまごっすね。でしょ。で、ちょっとなんか肉っぽい感じない。わかります。鳥の部分なんか弾力あってめっちゃうまいでしょ。はい、結構うまいですよ、これ表情がうまいっす今回ベトナム編です、はい。まあ、なかなかベトナム料理って食べないことのが多いんですけど、僕ら実習生でベトナム人がいるので、まあ、たまには一緒に来てね。そうですね。あざなだけね、しっかりもらってね。そうですね、お願いします。このままだとミシュランになっちゃうので、チャンネル登録だけ。あ、よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。また見てねー。長いことおったんですか、そのアジアっていうのは。いや、なんかユーラシアでずっと話しとったんですよ。へえ。10ヶ月ぐらい。もう一人で、ね、ワックパッカーで。ああ、そうなんですね。で、いろいろか行ってた時に危険な地域とかあるんですか。全部危険ですね。楽しいけど、いいね。だから、乗り換えどうぞ、それ。現状もやから。お前もうそういう足を踏み入れとるから。でも、死ぬこと以外大丈夫ですよ。釣り傷なんで。いろんなじゃあ経歴を持たれた。そうですね。モロパクチー。